皆さんこんにちは、お忙しい中お越しいただきありがとうございます。私はですね、もういつも誰も実現できなかったことを、新しいことに挑戦するのがすごく好きで、それで2021年にはオリンピックの、トーチにもその同じような体験をさせていただきました。またその時にイメージしたのがこのガラスのトーチと炬火台になります。当時はその、この透明なもので作るっていうのは本当に夢みたいな発想だったんですけど、これをどうしても実現したいなというところで、2、3年かけて実現に向けて制作いたしました。それでまた今ここにこれが彫り炎が出るわけなんですけど、この3枚のガラスがですね、一応その風よけというわけではなくて、風がこの中に入ってこの中で風が回るんですね。でそれでトルネードになってその炎の造形を生み出すというそういう仕組みになっています。でもちろんそのガラスの美しさっていうものもお見せするような形になるんですけど、一番その皆様にご覧いただきたいのはその炎の造形ですね。炎の造形としてその作品にしているというそういうものになっています。そうですね。それで火を灯す方で三宅デザイン事務所がデザインした衣服もご覧いただけると思いますので、これからよろしくお願いいたします。